どうも、こんにちは、なっちでございます。見てください、このステータス。メタルスピカ交換したんですけど、HP なんと13000。本人全く火力に貢献できないということで、HP と回復は凄まじいことになってますということで、メタルスピカを使いたいと思います。ボイスを聞いてみたいと思います。何なんだろうな、このボイス。ボイスというか。まあ、これもね、ステータスに貢献してくれてるからいいんですけどね。てなわけで、このパーティーで使ってみようと思うんですが、まあ、だいぶ完成形になってきたのではないかということで、レンの枠がね、最近見かけの方がいいんではないかとも言われてますけど、まあ、一旦はこの編成で使ってみたいと思います。イズナちゃんが覚醒無効を解除してスピカが回復持ってるんで、やりたい形にはなったのではないかと思っているんですが、どうなんでしょうか。待って、奇世界ドロップがなんかついてるよ。まあいいか。変えるほどのあれじゃないな。まあ自分が勝てるダンジョンで試してみないと分かんないんで。ああ。なんかこれさ、お前交換しやがったなみたいなさ。カットインにも見えるんだが。ちょっとね、スピカ手放すときはなんか、悲しかったですね。別に一体しかいないとかいうわけじゃないんですけど、なんかやっぱね、悲しかったですね。アルテミス交換できるんかな、本当に。わし。怪しくないか。いやー、なんか盤面ひどくないか。このダンジョンもちょっと久々かな。一週間ちょいぐらいやってなかったですね。あんまりなんか難しいダンジョン最近行ってなかったよね。すぐ忘れちゃうからさ、もうダンジョン内容とか。これはコンボ現象があるから多分、そもそも無効貫通をしても意味ないと見た。コンボ現象厄介なんですよ。このダンジョンというか、もう全体的に持ち込むなしだし。で、芝居で積みかねんなと思って、一応ね、裏にコンボ加算があるんですよね。もう裏のファガンそのまま使っちゃおう作戦です。ファガンさん全然溜まって OK っていう。むしろファガンのそのスキル使わせてくれっていう編成です。無理だよね。届かんね。あと一個ね。で、まあ本人のスキルは回復を変換してしまうわけですが、勇気を出して使うタイミングがあるんですかね、果たして。こういうダンジョンでね、回復なくなるのは本当に怖いですよ。まあだから、スピカ使ってからレンとかね。まあありかもしんないね。それはありっすわ。さあ、マンティーマンティーなんですが、一応ね、今回ね、攻撃キラーつけてきましたから、そう、毒耐性あるのに、この、なんだっけ、ラビリル武器、強えなと思ってつけてきちゃったんですよ。なんかもったいないんですけど。なんで、ここ10コンボさえ組めれば、キラーが刺さって、ドッカンドッカン、なるけどギリいかない。これはちょっとね、変換使った方が良さそうですね。使いましょう。思ったけど、色出てないやないかい。超無駄な変換入りました。無駄ではなかったか。無駄ではなかったようです。そんなことがあるんですね。あっていいんでしょうかってぐらいの落ち込んでしたけど、あー、これはまた悔しいですよ。10コンボは行く。つまりダメージは入る。ギリギリやな。ほとんどのスキルを割いてようやくですね。ただまあ HP が高いですね。さすがに。53万。チーム HP もね、持ってるんでね。そりゃ強いやろうと。発表当初こそどうなのって思いましたけど、今となっては割とこの性能満足しております。まだ男女勝ててもいませんが。この辺が痛いと感じないもん。この辺の先生がね。で、これに加えて新仮面ライダーの半減があるわけですから、それはそれは強い。ただなんか思ったよりイズナちゃんが火力出てない。なんで ?10 コンボ強化2個程度ではダメ?恐ろしい時代ですね。さあ、裏が溜まった。芝居まではちょっとお留守番ね。使っちゃおう。このダンジョン芝居に負けがちなイメージがあるんですけど、みんな違うのかな?
僕はね、負けがちなんですよ。無効感パーティーだったら全然気にすること、そうだ、意味ないんだった。皆さん今までの発言は忘れてください。裏のスキル使うとか言ってたの忘れてください。このフロアがあることを覚えていた方はね、しめしめ、ざまあ見ろと思っていたことでしょう。そうか、素で持ってないといけないのかっていう話ね、過去にもした記憶ありますね。で、なんか落ち込んめっちゃ来てさ、減ったんだけど体力。じゃあもうスピカどんどん使ってっていいと。そういうことですよね。とりあえず倒してしまいましょう。うわぁ、ルーレットも来んのか。嫌やの。これは弾くよね。素で持ってるよね。嫌ですね、ルーレッちゃん。ルーレッちゃん嫌ですね、これ。優しくいかんな。ほらね、ダンジョン内容忘れてるでしょ。しっかり忘れてますから。はいはいはい、特にお前に喋ることはない。あ、芝居でんかったわ。それでいい。ならそれでいい。意外とでも攻撃ダウンとかないんですね。でも火力の底上げにはなりますよね、これ。使ってみようか。単純に強いよね。2倍炎波でしょ。で、これがまた4ターン後に使えると。で、ボスも確かしてくるんで、火力ダウンをね。いいんじゃねえのということで、ワンパンできるかな。できちゃうんですね。いいですよ。ボルスーン。ボルスーン無効化。ボルスーンさんさようなら。あれ、この次だったっけ？貼っときましょう。この次な気がする。痛い痛いフロア次な気がするんだけど。あの、孫権とかね。なんだっけ、劉備とか。劉備は違う？曹操とか？劉備も多分そうだよね。これ痛いんですよ、ここ。あ、でもこの体力なら耐えれそうですね。全然。素の炎波がないのか。それはそれでどうなのって感じがしますけど。ミリアちゃんぐらいしかいないんですよね、その枠ね。まあ相手一応水なんで、多少減ってもらわんと困る。あ、全然いい。そんなに減るなら全然いい。で、変換してくれるなら全然いい。使っちゃおう。いつも出し惜しみするんでね、迷うぐらいなら使っていきましょう。で、なんかするんじゃなかった？ここのシリーズ。ほら。ああ、短縮は効いて4ターン効いてないですね。そういう系のね、ギミック解除のスキルを裏に積んでいこうかなと思ったんですけど、それも叶わないと、このダンジョン。スペダンリュウがね、そう、スペダンリュウの分際でね、剥がしてくるんでね。マジで分際だよね。まあ、とはいえ、ウェイパーティーなんでそんな複雑なパズルは求められないから、適当にさ、やったね。適当にやるから、繋がっとったよ。あ、でもそんなに減るんだったら全然いいよ。この次あれだよな、吸収いるよな。だからまだ仮面ライダーは使いたくなくて、無効化はないはず。レン使っちゃう。じゃあな、マリオ。いかついマリオだ。まあ、なんだかんだで勝てそうです。勝てはしそうです。ただまあ、気づきにくいんでしょうね。スピカの枠をこう明確にさ、いや、するやん。おい。おい。まあ一応これ使っといて、色ねえから。気づきにくいんですよ。このステータスを持ってる系のキャラクターって。言ってしまえば常に仕事はしてくれてるんだけど。スピカなしで最後。今まで何がいた？その枠。ユリシャとかだったっけ？笑えるな。それでまあどれぐらい捨てが違うか最後に見て終わりましょうか。そうしないとね、わからん。実際強いとは思うんだけど、回復力全く問題ねえし。してくるっしょお前、ここで。
ほら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 、こういうのが対策できちゃうんですよ。これありがたいですね。ただ結局無効貫通が必要なんで、これ使うしかなくて、場面やばくて。ただまあ序盤からフルパワーでどんどこどんどこ殴れちゃうわけですわ。ワンパンだってよ。これ4つなかったら危なかったんじゃないの？これうまいこと入らんダメージ。入んないだっけ？入らなかった記憶があります。ダメですね。キラーもつけてきちゃってるんで今回。痛くないね。半減なしでこんなに痛くないと感じるのはやっぱりスピカがだいぶ HP を持ってくれてるのかな？これ怖いかな？次連溜まる？溜まるか。なんかめっちゃ削っちゃったわ。いや、さすがにないだろ。こいつが一発で半分はないだろ。それうぬぼれちゃうんだよね、さすがに。それはないと思うので、一回殴る。さすがにね。で、ここで仮面ライダー使うでしょ？変換ご協力ありがとうございます。で、回復欲しいから、結局レン使うしかなくて、まあ、無効貫通もしないといけないしね。盤面やばいね。これ逆にダメなやつでは？どうすんの？どうすんの？どうすんの？コンボ数足りないパターンでは？ 9！ あ、よかった、そっち溜まるんだ。待って、色ないよ。助けて。助けて、助けて。ここスピカ。地味にありがたいロック解除。ただみんなできます。ねえ、繋がっとるんかい、そこ。まあでもこのターンはどちらにしろ何もできないので、レン帰ってきてこのターンで半分に行くしかないですね。第一形態だけじゃない？調子良かったの。第二形態ペース悪くない？木がね、多くなりすぎんのもあかんのよね。多くなりすぎる分には、まあ、無効貫の方がいいよね、まだ。無効貫もまあ、無効貫の分割ができないほど多かったらまずいんだけど。ドスン、痛くないですね。これ素で耐えれるか、なんなら。素晴らしいな。それは素晴らしいわ。素で受けれるのはスピカちゃん、だいぶ仕事してますよ。さあ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 。もうここからは2パンとかで終わらしたい。いけそうですけど、無効貫通がないと。ペンディルナイト。やばいやばい、ガンダムに乗ろうとしてるコールって。いつもガンダム乗ろうとしてない、あの子。意外とね、覚醒無効解除を使うタイミングないんですよね、このダンジョン。序盤でこそ欲しいんですけど。よし！じゃあ、終了ということで。まあ、最後、スピカエンハも使えばね、より安定でしょう。弱化やめて。弱化良くないよ。あー、寄生生やめて。逆にやめて、それ。スピカ使いたかったけど、木が多くなりすぎる気がするんで使いません。すでに多い。もうこうするしかないっすわ。ニウェイやりゃいいやろ。ありがとう、落ち込ん。なるほどですね。ちょっとじゃあ枠に余裕はできたのかもね。まあ、なんだかんだでさ、吸収無効でその半減もさ、ありがたいしさ、この仮面ラ、え、この時間に ?0 時50分よ、今、撮影してんの。さあ、じゃあちょっとこの枠変えてみますか。53万あったよね、体力。これでユリシャにしたらどこまで変わってしまうのか。まあ、ユリシャもね、ほぼ火力出してなかったんで、超重力でどうせ火力出せないキャラがいるんだったら、あれぐらい吹っ切れてる方がいいわけですよ。ああ、変身だる。めちゃ HP 違うやんと思ったら、そうだよ。変身があるんだよ。ヘイスト？あ、威嚇か。いや、いらんな。モリリンに威嚇いらんな、絶対。さあ、32万から34万。で、37万からの、40万、そして、43万。10万も変わるんだ。
まあファガン武器がついてたってのもあるんですけどね。でもすごい。こういう枠一体いても最近は、まあ他が火力出してくれれば割と突破できるダンジョンが多いというか、まあ全員がね、出す必要はない気がするんで、最新のダンジョンは知らん。僕が知ってるダンジョンは大体そんな感じ。まあこのパーティーね、山賊戦持ちも多いしね。まあ今後の活躍にまた期待しましょう。ということで、メタルスピカ使ってみた動画でございました。バイバイ。